8オンス缶の e ージーチー e イージーチーズはアメリカのクラフトフーズによって商標登録されたプロセスチーズ製品。エアゾールスプレーチーズ、スプレーチーズとも称される。本商品はスプレー缶入りホイップクリームと同じくスプレー缶に内封されている。e ージーチーズはもともとナビスコスナックから1965年から1984年までの間。 スナックメイトという商品名で販売されていて、後にイージーチーズに改名された。ロゴの表示は、他のクラフトフーズ使用製品と違い、ナビスコブランドの使用が2001年まで続いた。以後は、クラフトと表示されている。風味等を変えた製品が出ており、今までにアメリカンチーズ、チェダーチーズ、シャープチェダー、ローストガーリック、スイス、ナチョが発売されている。また、 2007年にはベーコンチェダーチーズが発売された。スプレーチーズやエアゾールチーズ等と呼ばれているが、実際には窒素が入っていないためエアゾールスプレー缶ではない。固形物が不活性ガスの圧力で押し出されるもので、エアゾールと異なり不活性ガスはチーズと混ざらない。缶部分の素材にはアルミが使用されており、不活性ガスは常にテーブ側にあり、 反対に感情部には常にチーズがあるため、缶の向きに関わらず同じように使えるという特性がある。この技術は1975年にスイスアルミニウム社で開発され特許取得されている。チーズの紛失部分はソフトノズル構造になっており、プラスチック製の紛失口とベースの小さなゴム製のプラグから成り立っている。感情部にある棒状のノズルに 横向きの力を加えればよい。常温保存が可能で、冷蔵の必要はない。七分と塩分が多く、市販のクラフトチーズと比べて、クリーミーで濃厚である。これ単体で食べることは、ほとんどなく、クラッカーなどにつけて使用される。アメリカン、アメリカンチーズ風味。最も七分が強く、クラフトチーズの中でもどちらかといえば、クリームチーズに近い風味である。チェダー。 チェダーチーズ風味。種類の中では一番、クラフトチーズの味に近い風味を持っている。アメリカンよりは、チーズの風味が強く、父の風味が弱い。シャープチェダーチェダーとほとんど同じ味である。微妙に、チーズの風味が強い。ローストガーリックチェダーにローストしたニンニクの風味が、加えてあり、より香ばしくなっている。ベーコン、マイナスベーコン風味スイス、スイスチーズ風味ナチョ。 マイナスナチョチーズ風味2チェンバーコンデストガスパックありがとうございます